1522年12月12日はイタリアの画家である。バロック絵画の形成に大きな影響を与えたカラバッジオのスタイルを信奉したカラバッジョ派の画家の一人である。現在のロンバルディア州クレモナ県のオスティアーノに生まれた。1595年にマントバでポマランチェの出身のため、ポマランチオと呼ばれた画家のニッコロチルチニャーニと知り合い、 チルチニャーニから絵を学んだとされる。チルチニャーニに勧められて、ローマに出たと考えられるがその年代は知られていない。カラバッジオは1600年頃、ローマでその作品が大きな評判になった後、1606年に障害事件を起こし、ローマから逃亡し、1610年にはトスカーナで病死するが、多くの画家に影響を与えた。マンフレディもそのスタイルを受け継いだ一人となった。 1610年までにマンフレディによって描かれたクッピドの懲罰にカラバッジオのスタイルは現れている。フランスやフランドルからローマに修行に来た画家の間にマンフレディを通してカラバッジオのスタイルが広がっていった。フランドル出身の画家、ニコラ・レニエやヘラルト・セイ・ヘルス、フランス出身のバランタン・ド・ブローニュラはマンフレディに学んだ。1622年に ローマで没した。ありがとうございます。